どんな免許を持ってますか？さゆさんからの質問。いい質問してくれますね。私、DJ 社長、免許。資格。はい。漢検すら持ってないし、英検すら持ったことないし、トイックも受けたことないし、原付の免許は2回落ちたし、うん。何も持ってない。うん。資格も、うん、免許も何も持ってない。車の免許も持ってない。うん。いや、運転したくなかったしね、子供の時から。別に。そんなに、うん。うん、大丈夫。男のくせに運転もできねえだろみたいな人おるけど、うん、運転してどうぞって感じ。うん、いや、もうそれは俺はその男やけんお金稼ぐけんね、なタクシーとかさ、うん、そんなんでいいんだ。うん、もっと金稼いだら運転手とかやっちゃうから、うん、運転手取っちゃえみたいなそういうことやっちゃうから、男だから。うん、あ、まあ運転するのが男っていうのもちょっとおかしいけどね。うん、はい、ゆうりん太郎さんからのコメント。原付き落ちるってどういうこと？いや、そうね。原付き受けたことある人はわかると思うけど、丸×問題だよね。で、50問あるようなだみたいなね。確か当時16歳ぐらいから高校2年生の時に受けに行ったんやけど、原付きね。当時、ジョイマンが流行っとったよね。わかる？なななな、なななな、なななななななみたいな。運動は大事、バンドはエイジ、みたいな。ジョイマンっていうめちゃくちゃ面白いお笑い芸人がね、もう一世を風靡して、もうダウンタウンと並ぶぐらい、さんまさんとかと並んどうぐらいの時代があったっちゃうけど、そう、もう好きすぎて、ラップで覚えたっちゃう。原付の勉強。一方通行、青、矢印とか、ね、矢印、一方通行とかで、ラップで覚えたっちゃう。原付の丸抜問題の勉強ね。で、当日全部同じリズムやったわけよ。バンドはエイジみたいな、運動は大事な、同じだったわけよ。全部。一方通行、なんとかみたいな。で、もうこんがらがって、なんだっけんだって、2回落ちた。うん。そう。でもこれもね、あと千葉にゃんにバラされた時に言うけど、そう、原付で受けに行ったよね。そう。で、落ちて原付で帰った。んで、その後捕まった。うん。そう、当時の彼女を二血しながら捕まった。だけど、彼女も巻き添い。マジで、お前。本当にこういうのは自分で言ったら気色悪いけん。ちょっと言うのやめるわ。これ自分で言うのと気色になってくるけどね。そう。もう恥ずかしいけど、本当に。もう14年前とかの話ですからね。